楽しいですよ、ものを作ることは。だけどよく言われるんですよ、飽きませんかとか。あなた仕事してるのに飽きるんですかと簡単に問いたいですよね。下前とこの上前とがこう綺麗にこういうふうに揃っていると。そのためにはまあちょっとこう、ここ上前の方を少し長めに取ると。で、ここをあえて先は手でこう折りますね。お客さんに、これは綺麗に上がってるなというのが、言われてほしいわけでもないんですけど、それが我々のしてきた仕事で、顔をこう綺麗に仕上げたら、このどんな人が塗ってるんだろうかとか、やっぱこういいイメージを持っていただく方がいいんじゃないですか。やっぱ商品を見ていただいて、精一杯縫ってるから、その精一杯を縫ったのが、ジーンズに出てくれればいいかなと。でもこの商品がどこへ歩いていくかと、どこの人の手に渡っていくかというのは、自分たちにわからないことだから。だからそのわからないだけに、反面怖い面もありますよね。そしたらやっぱきちっとしたものを縫っておく方が、安心ですよね。見て覚えた感じの方がやっぱり大きいですね。どっちかというと、親父の背中を見て覚えたというか、そういう覚え方ですかね。やっぱり丁寧にこうお客さんに出す商品なので、それに関してはやっぱりその丁寧な仕事をちゃんと身につけるようにっていう教えはやっぱりいただいてました。